じゃあ、なんで今さら剣術の鍛錬なんてしてるの身につかなかったからといっておろそかにしていいわけじゃないどうせやるならまずは苦手な部分都市では使われにくい筋肉と臓器から鍛え直すべきだふん苦労って意外と理屈屋だよねそうかそそうそう 案外教えるのなんか向いてるかもよいやそれはねえみんなうわバレてるおい押すなよそうそうバレバレなんだから観念して出ておいでどうするしらばっくれて逃げようぜででもそうしたら後でうるさいよ ああそれは面倒くさい、うん聞こえてるよ分かってて言ってるんだよね喧嘩売られてるのかなま待って待って隠れて見ていたのは君らか 兄ちゃんすげえな剣の達人なのかこらごめんなさいお昼を食べていつも遊んでるとこに来たら僕と思ったこの人がいたのでつい君この子たちが覗いてるのに気づいてたのお まあ、うんー、まあいいや。君たち見ていたならわかるように、この人は剣術の達人なのだよ。あっお。 呪術師で入院しているんだけど復帰のための鍛錬をしてるんだよねいや俺はねえ達人ではないが多少心得はあるあれで多少なんだす いそうでもね誰かに教えるのも自分のためになるということで教え子募集中なんだよえっじゃあ俺たちもいい教えてもらえるいや、ささ、先生そう。 クロ先生と呼ぶといいよそして僕はお手伝いの美少女ののぞみちゃんだからねえー、待ってねえその反応結構傷つくよ僕も一緒に鍛えてもらうんだから仲良くしようのぞみちゃん平気なのすっげえめんどくせえあまあまあ のぞみちゃんだってがんばるよくう <laughs> この子たちは信頼されてないんだなく苦労までそんなこと言わないでよもう分かってると思うけど明日から昼過ぎにはここで集まって剣術を教えてもらうからね 体調管理はどうするんだ看護婦さんを引っ張ってきて見ててもらうわけにはいかないだろうそこはほら僕が見てるよ君たちそれでいいのかしょうがねえよなまあうんののぞみちゃんは頼りになりますいや たぶんざっくりとしすぎだやりたいのは分かったから医者からの許可をちゃんともらってきてくれようん任せといてよはあ君らも 俺は鍛錬してるだけだけぞ自分たちで遊んでいた方がいいんじゃないか飽きた毎日いろいろ変えてるけどねえ遊び道具もあんまり変わらないしつまり僕同様みんな飽きて暇なんだよね 九郎 <laughs> にはみんなの暇つぶしにもなってもらうけど僕が第一なのは忘れないでよねああねクロ郎先生わかった教えるよ これでクロもみんなから親しんでもらえて、僕の献身的な態度に好感度もうなぎのぼりいやー、僕が恋人でよかったねほらほら、感謝は形で還元しなくちゃいけないよ。どうすればいいのか、わかるかな クーまーたひとりで素振りしてるのこれがいちばんになるふんそうは思えないけどね君自身得意じゃないって言ってたでしょ 何やってんのっ何って自分の稽古だよお前らに教えてると時間ばっかりかかるからなた確かにそうだけどさもうちょっと言い方があるだろまあ事実だし適当なところでやめようよ えー、俺はやだぞ兄ちゃんと同じになるくらい教えてもらわなきゃ困るからな無理だよだって体が全然違うもん <laughs> うんだよねできる限りはやるが。 望み次第だなこいつが飽きたら俺もやめるククロ僕に押し付けるのは卑怯だよお前の命令で始めたんだから当然だろうそれはそうだけど君だってずいぶん熱心に教えてるよね もう命令じゃなくて君自身楽しんでるんでしょいや別にも,もっと外面だけでも肯定してよ完全に僕がやらせてるみたいに聞こえるでしょその通りだのぞみちゃん押しつけがましいよな 兄ちゃんの気を引きたいのはいいけど雑すぎるよクロ兄ちゃんは面倒そうでもないよねそそうだよクロだって僕とこうしてするのが楽しいよねねどうでもいいふわえ今の本音じゃないよね照れてるだけだよね ちょっとちゃんと答えてよのぞみちゃん父くり合ってるのもいいけどさ俺たちそろそろお昼だから呼びに来たんだよねああすまん手間をかけさせたな行こうかくくろ僕邪魔じゃないよね <で>最初に比べればな素直に褒めてくれないよなしょうがねえだろ下手くそは下手くそなんだからはお前も大して変わらないだろ二人とも言い争っててもうまくならないよやめたいなら言ってよ一緒にやめるからは <laughs> そうだな全員やめてくれてもいいぞ俺は続けるよそうじゃねえと兄ちゃんがのぞみちゃんに怒られるだろ確かにそれはそれで言い訳するのがみんなやる気ないなやる理由にのぞみちゃんを持ち出してるだけだろ兄ちゃんにやめられても困るし そりゃ困るな心配しなくても望みが満足するまでは付き合うほら再会しろ。 みんな稽古はそこまでのぞみちゃん何言ってんだよまだ始めたばっかりなのにさいいから中止クロはこれから僕と町に出るんだから兄ちゃん知ってたいやまったくのぞみちゃんまたそういう。 やめるならやめていいけどさななんでみんなだれた空気になってるのほーらキビキビ動いて苦労もとぼけたこと言わないでよいや本当に聞いてないがよーく思い出してよもしかして恋人らしくしてやるって言ってたやつか 分かってたくせにもいいよ僕はクローの恋人だからねこういうじゃれつきも許してあげるいや俺はお前の僕のな何でもない そこは認めてよ認めろ僕がお金出してるんだよねそうだなそれで僕に言うことは町には付き合うから落ち着けはーい現地取りましたそういうわけでみんなは適当に遊んでてね合いびきだよなはっきり。 そう言わない感じがお金がどうこうって言い訳くさいよね兄ちゃん大丈夫面倒じゃないまあ2人とも楽しんできたら <laughs> そうですよクロ郎と僕はこれから町で相引きするのですだから君たちは早く行ってほらあっち行け じゃあ、行くかうん、うん、行く楽しみなら楽しみって言えばいいのに苦労ってバテレアさんなんだから逆らえないなら、早く済ませたいからなああ聞こえない、聞こえない,いいい僕と君は 恋人として買い物に行くのいかにも他人ですなんて真似はしないでね好きにしていいが他人だぞ、うん、<laughs> 他人だけど避けないんだよね理由がないからな <laughs> そういうのに素直なところ好きだよクロは僕のどこが好きもう言っただろうそそれだけとかひどくない嫌いなところはないし恩義は感じてるぞいい言い方変えただけじゃないどうしろともうわかったよ 分かってたけど改めて君の感覚って全然当てにならないよねまあそうだなこれでも妥協してるんだからねなら恋人みたいにしなくてもいいのか